はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ言うということですね。今ですね、会社でですね、こっそり収録をしております。バレたらワンチャン首、バレたらワンチャン首ですよ。はい、というわけでですね、手短に行きましょう、手短に。ちょっとね、看過できないなんか情報がいくつか入ってきていて、これってどういうことと、要するにですね、今ですね、自民党の総裁選行われていますよね。そしてですね、今ですね、メディアのね、マスコミのですね、調査ではですね、トップをひた走る河野太郎。そしてネットのね、ネットのですね、なんだっけ、オリエンシーというのはね、いや、ネットの、なんだろう、アンケートというか投票でもですね、まあ、1位はね、当然高市早苗さんになってくるんですけども、一応2位につけてるのが河野太郎さんなんだよね。というわけで、ネットでは第2位、日本のメディアでは第1位をひた走るですね、河野太郎さんなんですけれども、なんか、自民党内からの攻撃始まってません？なんか自民党というか政界、自民党か、自民党内からのですね、河野叩き始まってません？いや、俺も仕事でですね、ちゃんとニュース見れてないんだけど、どんな感じになってんの今、なんかね、いくつかニュースを読んでいて、気になるニュースがいっぱいあったんですよ。まず1点、これ、甘利さんです。はい、3A、3A と呼ばれたですね、麻生、安倍、そして甘利さん。甘利さんがですね、なんか河野さんを皮肉ってるんですよ。ね、これ、もうこの皮肉で当然かなと思っていて、面白かったんだけど、ワクチンが迷走って言われてですね、菅さんっていうのはですね、こう、総理をですね、もう任期満了という形で終えるような話になったじゃない、そういう一面あるじゃないですかね。ワクチンに対する対応がちゃんとできてなかったんではないのかって言われたっていう一面があると思うんだけど、であればですね、河野太郎さんはですね、菅さんというよりもですね、ワクチン担当そのものなんですよね。コロナワクチン担当そのものの河野さんの評価がですね、なんか微妙に上がってきてる風に見えるのはおかしくないかと。なんだそれはと。そんな人気があるんだったら半分くらい菅賞に分けてあげたらよかったのにっていうですね、なんかやたら皮肉ってると。要するに甘利さんがですね、河野さんをですね、なんか攻撃してらっしゃるんですね。で、これだけじゃないのよ。俺、これ気がついたのがですね、有本香さんのツイートをですね、見ていてですね、気がついたんですけど、これなんだこれと思ってね。なるほど。民主党の事業仕分けの指南役は、自民党の一部の人たちで、かの有名な蓮舫さんの発言、国民からですね、総叩きにあった発言ですよ。はい。スパコン、世界一じゃなくて2位じゃダメなんですかっていうですね、僕はこれで一本動画を作ったこともあったくらいですね、叩かれまくった発言なんだけれども、オリジナルはですね、これなんとですね、河野太郎さんだったと。河野太郎さん、当然ね、民主党がですね、事業仕分けを行うその前にですね、自民党政権の時にですね、事業仕分けっていうのをやっていたわけですよ。ね、うん。で、その事業仕分けをやっていたうちの重要人物の処理がですね、河野太郎さんだったんですよ。で、河野太郎さんがですね、このスパコン、文科省がですね、管理をしているこのスパコンの事業に関してですね、2位じゃダメなのかと。なんでその世界一を目指す、世界一って言ってるんだと。認証ダメなのかということをですね、発言をですね、蓮舫さんより先にしていたと。で、それをね、知っている蓮舫さんはですね、その後ですね、自民党政権から引き継いだ事業仕分けでですね、蓮舫さんがね、うん、1位じゃなくて認証ダメなんですかって言ったんですよ。要するに、河野さんが言ったことをそのまま繰り返しただけなんですよ、蓮舫って、ね。要するに、オリジナルは河野さんだったんですよ。認証ダメなんですか発言。で、これね、かなり重要な、平正樹のカムアウトだということで、有本さんが今取り上げておられて、このいいねが止まりません。あっという間に2000件突破しております。もう、これ午後2時とかだから、まだね、このツイートをしてからね、30分くらいなんだけれども、もうね、どんどんこれ止まんないのよ。もう、なんだったら、河野はもう無理やん。日本のためにも総裁になるべきではないと。蓮舫唯一の持ちネタがパクリだったとかですね、いやー、深い闇を感じますねとかですね、おー、来ました。これ河野一族。うん。で、しかも河野さん褒めてましたよね、と。テレビが河野するわけですね、と。超納得っていうですね、うん。確かに河野氏はですね、立憲民主党と思想的に近いところがあるように思えるんだよね。これ実際そうなんだよね。うん。財務省が河野さんに言われた説の濃厚と、マジかと。まあ、太郎さんはそれであってもなくても、ご遠慮いただきたいです。というですね。これ、河野さん批判巻き起こってません？これ大丈夫？これ。すごいね。いや、僕はもう高市一択ですからね。高市さん推しですからね。これ、河野さんが落ちていくんだってあればですね。これありがたいお話なんだけれども。いや、これ、ちょっとすごい状況になってきてません？どうなってんの？俺仕事してるからわかんない。マスコミとかこれ報じてんの？どうなってんの？これ。これ見たら普通じゃないとわかるじゃん。あ、これあれで中国の報道官ですね。ちょっと可愛いねと言われてる中国の報道官とですね、仲良しの写真を撮ってますよね。はい。親父の間違いをいつになったら訂正するのか、理解できないなと思ったら、反日行動体かもしれないぞ、こいつはと。だったら理解できる。ガッテンということでですね。うん。共同の調査なんで何とも言えませんが、今1位なので怖いですと。麻生さんのご判断が知りたいですと。いや、これね、でね、これね、俺の中ではですね、これ河野太郎さん、出馬すらしない可能性はあるなとか僕思ってたんだけど、そんなことはないのかな。だって、安倍さんがですね、河野さんのところにですね、安倍さんも来たらしいんです。違う、逆か、うん。安倍さんのところにですね、河野さんがですね、出馬しようと思いますが来たらしいんですよ。うん、好きにしなさいと。勝手にしなさいというようなことを言ったらしいんだよね。そしてその後ですね、安倍さんはですね、河野さんとかですね、岸田さんではなくて、高市さんを推すという方向に走りました。そしてですね、当然ですね、河野さんはですね、
麻生さんのところにも言ってるんですよ。これは昨日大きな報道になりましたよね。で、麻生さんはですね、勝手にしろって言って、別に止めないから、止めないから勝手にしなさいということを言ったわけですよ。お前を支持するとは言わなかったんだよね。あらららら、あらららら。で、これ、麻生さんもですね、下手したら河野さんを押さずにですね、これ、高市さんを押すという方向になりますよ。で、安倍麻生にですね、押された人間は絶対総理になるからね。絶対総理になるからね。もう、っていうですね、なんか、あら、これ何も高市さんに神風吹きまくってるんだけどというですね、いうふうにですね、仕事をしながらこっそりネットを見た感じだとそんなふうに思えるんですけど、マスコミはどんなふうに報じているのかな、なんだかちょっとよくわからないから早く知りたいんだけども、でこの甘利さんのこの記事を読んでですね、ちょっと終わりにしましょうか、うん、ちょっと早くしないとですね、まあ、人が来るかもしれないので、ね、行きますね、行きますね、甘利氏ワクチン迷走と言われた担当大臣の評価が上がるとは一体どういうことなんだと、その人気菅さんにも分けてあげれば菅さんもっと頑張れたのにというですね、総裁選で河野氏に皮肉という形でございます。甘利さんちょいちょい出てきて仕事をしますな。で、自民党のですね、甘利税調会長はですね、6日、国会内で講演をして、党総裁選29日投開票ですね、の出馬への意向を示している、河野太郎ワクチン担当大臣について、菅首相がダメだと叩かれた一番の原因は新型コロナウイルスの、新型コロナウイルスワクチンの迷走と言われ、それで、にもかかわらずですね、ワクチン担当大臣の評価が上がっているっていうのをですね、この構図は一体、ようわからんと。どういう構図なんだこれはと、半分くらいはこれ菅首相に分けてやったらどうなんだということですね、皮肉まじりに語ったと、不出馬をですね表明した菅首相が進めたワクチン政策に関しては彼のとにかくやるんだという力が作用したというのはですね評価していいんじゃないかと、かわいそうだという気がするって、これね、もう菅さんこんなに頑張ったのになんでこんな評価低いんだろうねっていうですね、そういう論調かなり今上がってきてますよね。で実際ですね、日本がですねあっという間にですね、ものすごい数のワクチン確保してるじゃないですか。これってどれのニュースを見る限りやっぱね菅さんの力がすごかったらしいんですよ。だってですね、今ですね、当時のですね、ワクチンというのはですね、感染者が多い国に優先して配ろうじゃないかっていうような話になってたはずなんですよ。でもね、当時から今に至るまで日本の感染者っていうのはさざ波じゃないですか。もうさ、世界各国と比べたらめちゃめちゃ少ないっていうのは皆さんご存知でしょ。にもかかわらず、ワクチンにね、コロナにですね、感染大国と呼ばれたアメリカとかですね、イギリスとかですね、あの辺とですね、そしてそんなに大きな差はないくらいの数をですね、日本は確保できたんですよ。で、これはですね、菅さんがすごかったっていう話なんだよ。だって、同じような感染状況だった韓国とかね、その他の、アジアの国々というのはですね、いまだにですね、ワクチンが足りないとか言ってるじゃないですか。でも日本だけはやたらと確保してません？ね、台湾とかに分け与えるくらい確保してるわけですよ。これは菅さんの外交力実はすごかったんじゃないかということで今再評価されつつあったりとかするんだけれども、でも今更再評価するんだから日本国民も僕たちっていうのは本当に無知だよな、なんか申し訳なくてしょうがないんだけれども、そんなことでやっぱ菅さんってやっぱすごかったっていうお話なんですよ。で、政権発足から約1年でデジタル庁を立ち上げたことについても菅首相の剛腕があったからだということで評価をしたと。甘利氏はですね、河野氏が所属をする麻生派の重鎮であるということですね。このね、麻生派の重鎮がですね、河野太郎が人気出てるなんてようわからんわと、どういうことだこれはということを言ったわけですよ。あらららら、あらららら、これ自民党内でこれ河野叩き始まってませんね。これ河野叩きが始まってるぞってマスコミが取り上げたらですね、また河野さんの人気が落ちてですね、そしてどんどんそれと対抗するようにこう高市さんの人気がどんどん上がっていっちゃうじゃないですか。だから、ね、マスコミはこれね、ちゃんと大きく報道してないんじゃないかなと僕は想像するんだけれども、どうでしょう、これと合わせてですね、実はあの国民からね、叩かれまくったですね、2番でいいじゃねえかっていう蓮舫の発言、あれ実は河野さんのオリジナルでしたということ、これが一体どういうふうにこれ作用するのか、これネットなんかだとうわーってなるんじゃないの、これネットだとわーってなるんじゃないの、いや見れないんだ状況がね、見れないんだ私がクソだってほら有本さんのこれいいねが、おお300件増えた、うわすげえ、ほら世の中めっちゃ注目してるってことでしょ、これ僕もいいんでしょうか、っていうことでしょ、あはい、どうなっていくんでしょうか、はい、仕事中に動画を撮っております、ごめんなさいね、仕事会社のみんなごめんなさいね、もう終わるからね、というわけでですね、これね、仕事の合間にですね、一生懸命情報を見てたところですね、なんかね、自民党内で河野太郎はどうなのかなっていう意見上がってきてません？はい、これはですね、高市さんにとってはですね、神風のように私には思えるんですけど、いかがでしょうか、ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。